津軽海峡冬景色、歌詞の通りに歩いてみよう。チャンネル初の外ロケ企画、歌詞の通りに青森から函館を旅するはずが、あ、出発していました。まさかのトラブル連発、果たして無事にたどり着けるのか。津軽海峡冬景色、ズーさん一人旅、あひが。ズーさん、竹雄のもっと楽しむ音楽ラジオ。上野初の夜行列車降りた時から、青森駅は雪の中、毎度おなじみもっと楽しむ音楽ラジオ、音楽大好きツーさんです。今日は、名曲の旅情を味わうために青森駅にやってきました。今回のテーマは皆さんももちろんご存知だと思います、津軽海峡冬景色です。もう言わずと知れた大名曲です。今まで紅白歌合戦でもなんと12回歌われたことがあるという、あの曲なんですけど、旅情がとにかくすごいじゃないですか。特に最初の2行、これなんてもうほぼトリップアドバイザーですよ。もう青森に上野から向かって、そこから函館に向かうっていう旅のコースがそのまま歌詞になってるんですね。だから僕それもずっとやってみたくて、今日はもう歌詞通りに行動してみようと思って、早速青森駅にやってきたわけなんですけれども、今到着したのが寝台列車ではなくて秋田県からやってきた特急津軽です。で、上野初の夜行列車っていうのが、あの検索してみたんですけど乗れるやつが出てこなくて、なんでだろうと思って。ズーさん知らないですか。うわ、ペチ。あの青森行きの夜行列車ってもう全部廃止になってるんですよ。昔はめちゃくちゃあったんですけどね。というのも昔はあの北海道に渡る手段が船しかなかったんで、あの上野発青森行きっていうだけでも、もう1日に何本も何種類も夜行列車が出てたんですよ。ただその船の事故とかあって青函トンネルもできて、でまあ飛行機の発達とかもあって青函連絡船は88年に廃止になりまして、でそれに合わせて青森行きの夜行列車っていうのもどんどん本数減らしていって2014年にまあなくなったんですよね。でもまあ歌の当時の痕跡は多分そのそこかしこに残ってるんで、あの歩いて見つけてみたらいいと思いますよ。ありがとうペチ。というわけで行ってみましょう。さあ改めて今僕がいるのがこの青森駅、上野発の夜行列車降りた時からで、ここに降りました。で、青森駅は雪の中、北へ帰る人の群れは誰も無口で、このホーム沿いに連絡橋に入ると、当時は函館へ向かう青函連絡船に直接乗り込めたそうなんですね。このルートでちょっと探検してみたいと思います。ということで、連絡橋を渡って青函連絡船を見に行くよ。中はどんな感じなんだろう、ワクワク。着きました。かつて使われていた八甲田丸という船でございます。八甲田丸、中はこんな感じになっていたそうです。当時としてはかなり多分大きな客船だったと思います。なんと1330人も一便で乗れたそうです。これでみんな函館にいてたんですね。その役割を終えた今もこのように、展示品や当時の歴史を記録する博物館として再利用されています。船の中はこんな感じ。運航していた当時の展示品がたくさんあるね。そしてこの卵は15円、このお魚は500円、あきらあきらあきら。そしてりりしい船長さん、お仕事お疲れ様です。さてズーさんは何やら発見したようですが、そう、そしてここなんとすごいのがですね、なんと青函連絡船、人が乗るだけじゃなくて電車も乗ってたんですね。これだってフェリーの中ですよ。つまり本州から届いた荷物をなんと貨物船ごと船に乗せてしまって北海道に運んでいたというすごい仕組みなんですよ。もうまさに生活を支える船ですね。ありがとうございます。ありがとうございました。箱田丸をくまなく一周したズーさん、いや面白かった。満喫した様子で次に向かったのは、さて、八甲田丸のすぐ横にあるのがこちらでございます。じゃん、津軽海峡冬景色の歌謡碑でございます。改めて作詞作曲三木隆さん、
歌、石川さゆりさん。もう名曲すぎて、石碑ができてるということなんでございますけれども。で、これはね、なんか近づくと音が、ああうるさい。いや、めちゃめちゃびっくりしました。めっちゃ鳴ってます。うるさい。すごいいい曲だけど、音量がでかい。あ、びっくりした。撮影中、歌謡碑を見にやってきた方が、せっかくなのでお話を聞いてみるよ。津軽海峡冬景色ってどう思いますか？あ、最初アイドルだったんですか？そうです。で、演歌の方で方向転換されて、最初なんか振りましたよね。時もちゃんと見てました。若いから知らないだろう。当時の貴重なお話教えてくださりありがとうございました。さあ、先ほどの場所を離れて、今誰もいない海岸線にちょっとやってきました。ここで曲についてもね、解説したいと思います。さゆりさんを大人気演歌歌手へと押し上げた一曲です。当時どんな曲が合うのかっていうのを、プロデューサーの皆さん考えあぐねてたそうで、その時にじゃあちょっとアルバムで12曲ぐらいこうバリエーションのある楽曲を出してみて、その中でどれか受けた曲をシングル化しようっていうプロジェクトが持ち上がったそうなんですね。それで発売されたのが、365日恋模様というアルバムでした。そこには1月どこで恋、2月どこで恋愛みたいな12曲の恋愛の曲が入っていて、で最後、12月の曲としてアルバムの締めに入っていたのが津軽海峡冬景色という曲だったんです。で、これを発売したところ、あまりにもいいのでシングル化してほしいという声が多数寄せられて、結果この曲で石川さゆりさん大ブレイクして、紅白歌合戦にも初出場することになったという曲なんですね。作曲したのは、三木たかしさんという大ヒットメーカーで、作詞は阿久悠さん。曲が先だったそうです。じゃ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 ーんという衝撃的なイントロが一番最初に浮かんだそうです。津軽海峡で冬って言ったらこんぐらいこう厳しくて、なんか風が強い、だって今夏でもこんなに風が強いんですよ。もう冬は、風速が25メートルぐらいが当たり前らしくて、波ももうザンブザンブだと思うんですね。光栄の最初の動画みたいな、ザバーンっていう感じだと思います。それが、ジャ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 ーンって来て、そこになんかこう波が返すかのように、ジョロロロンって来て、なんか結構殺伐としたスローロックのイントロで始まるのがすごく印象的だと思うんですけれども、そこから A メロに入っても、6分の8拍子の、リズムが崩れることなく、タタ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 っていう音程で曲作られたそうです。当時はそんなにそういう楽曲多くなかったと思うんですよね。だから、阿久悠さんもその曲をもらった時にびっくりしたそうで、これどういう風に歌詞当てようかなと思って、3文字3文字3文字っていう風に考えてたら、上野初の夜行列車っていうフレーズが生まれたそうなんです。この奇跡のようなメロディーと歌詞があったからこそ、発売から47年も経った今でもみんなにこの曲がずっと響いてるんだろうなと思います。ここで曲の舞台、青森で一休みするよ。ツーさんがやってきたのは青森魚菜センター本店。ここで青森名物ののっけ丼を食べるらしいよ。まずはお金を払って食券を購入。たっぷりのご飯をついでもらったら、ずらりと並んだお魚と食券を交換。果たしてどんなのっけ丼が完成したのか。しめ鯖、中トロ、イクラ、ウニ、小餅アリイカ、サーモン、そしてもずくの味噌汁。ここまで揃って2000円でございます。ズーさん大満足でした。続いてやってきたのは味の札幌大西。ここで食べるのは味噌カレー牛乳ラーメン。それがこちら。美味しそう。カレー味が効いてて食べると元気になるラーメンらしいよ。続いては炙り天丼の天順。ホタテとエビの美味しそうな天丼セットがこちら。そしてこれを、はい、失礼します。店員さんが炙ってくれるんです。炭火焼き風味になり、さらに美味しいらしいよ。食後、ズーさんはねぶた祭りの会場予定地へ。
旅行の3週間後はねぶた祭りの本番で、すでにねぶたが建設中でした。そのねぶた文化を年中楽しめるのがわらせ。歴代のねぶたが飾られています。うひょーと迫力。そしてズーさん、絵を描いてマイねぶたを作ってみることに。どんな絵になったかな。キモいね。以上、津軽の旅情をたっぷり味わったズーさんでした。あひゃ。さあ、いよいよ歌詞の通り函館に向かってみたいと思います。もう青函連絡船はなくなってしまったので、この津軽海峡フェリーという大型フェリーに乗って函館に向かいます。ということで、津軽海峡フェリーに乗り込んでいくよ。ズーさんは眺めのいいビューシートって席を予約したみたい。うん、いい眺めだね。今、青森から函館に向けてフェリーが出発しました。なんで結構もう青森が遠いかというと、あのビューシートってところに座ってて、気持ちよくて寝てたらもう出発していました。重要な出発シーンを見逃してしまうという、失態を犯してしまいました。大変申し訳ありません。さあ、出港から1時間ほど経ちまして、皆さんご覧ください。じゃじゃーん、タッピ岬です。正確には手前に見えているのが高野崎、そしてその奥に見えているあのちょっと霞んでるのがハッピー岬です。多分ね、冬は全く見えないと思うんですよ、天気悪かったら。でももう今日バッチリ晴れてるんで、すごい見えます。ご覧あれが、ハッピー岬北の外れと。うわー、来てみなかったんですよ。息で曇る窓のガラス拭いてみたけど、遥かに霞に見えるだけという歌詞がありますが、もう夏なのでめっちゃよく見えます。僕ね、あのさゆりさんのあのタッピ岬のところの歌い方すごい好きなんですよ。普通の人が歌ったら、ご覧あれがタッピ岬北の外れとになると思うんですけど、さゆりさん違くてスタッカートしてるんですよね。ご覧あれがタッピ岬北の外れとってこう優しく、なんかタッピってこう置いてるような感じで歌うのがすっごいなと思って、ああやって歌えるのはやっぱりさゆりさんのリズム感があってこそで、この前もラッパーのクレバさんとカチと喧嘩は江戸の花っていう曲で紅白でコラボしてましたけど、ああいうラップができるくらいさゆりさんってリズム感がすごいんですよ。だからね、サビの私も一人連絡船に乗りのところも、普通の人が歌うと連絡船に乗りってまあビブラートすると思うんですけど、さゆりさんは違くて連絡船に乗りっていう感じで、このタッ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 っていうの6分の8拍子のところに合わせてビブラートしてるんです。実はいや、もう音楽界の宝物のような方というか、歌われてるところを一緒の時代に見れてよかったなって思いますね。さあ、走行してるうちにもうすぐ函館に到着です。街が見えてきました。海沿いに工業地帯が広がっています。船を降りたズーさん、2日間にわたる旅はどうだったかな。はい、ということで函館に到着しました。疲れましたね。だいたいフェリーは3時間半ぐらい乗って今到着した感じです。乗った感想としては、やっぱりこの青森の港もそこから乗り込む船も完全に初めてで知らない場所だったんですけど、歌の歌詞をずっと聞いてきたから、こうなんとなくこうイメージとして知ってるものがあって、それを確認しに行くような気持ちで旅することができたのが、なんか不思議な感じがしましたね。こう行ったことのない場所にも思いを馳せることができるのが演歌だったりとか、ご当地ソングっていうのもすごい良さだと思うので、ね、もうなんか解説してる間以外もずっとこの津軽海峡冬景色、僕今日口ずさんでたんですけど、なんか一層この曲が好きになった感じがしました。はい、続き函館旅行を楽しむんですけど、実は個人的には
またあの音楽旅行をどっかでタイミング見てやれたらなと思ってます。次はね、渡良瀬橋とか行ってみたいなと思うので、皆さんこれからもチャンネル登録よかったらよろしくお願いします。以上、では音楽大好きズサでした。バイバーイ。